キャンピングカーに乗り続けて30数年、年齢とともに旅のスタイルも変わってきた。今の旅に合った理想のキャンピングカーが欲しい、そこで作ってしまえということでこのバスを手に入れた。前回、助手席の後ろの窓、グライドドアの窓、そしてこの大きな湾曲した後ろの窓にフィルムを貼っていきました。ね、こんな感じ。ちょっと縁にね、グライドドアもねこの通り綺麗。はい、皆さんこんにちは。最近ね、寒い日が続いていますよね。エアコンを取り付けて暖かくしてね、作業したいなと思ってね、エアコンを最優先で取り付けることにしました。ダイキンをつけようと思ってたんですが、室外機の大きさが一番小さいのが三菱だったんですね。で、三菱の霧ヶ峰にしました。前々回の動画で取り付けたエアコン室外機のアングル、ここに室外機を乗せていきます。このまま室外機を取り付けちゃうと振動とかがね伝わってきそうなので、防振ゴムを足に挟みたいと思います。防振ゴム、よいしょ。はい、4つ穴開きました。そしたらこれエアコンの課題に取り付けます。あ、こっちもうちょっと外側でもよかった。このカバーを外して、よいしょ。こんな感じっすね。あとはここのね、上にカバー作んなきゃいけないですね。これで配管の接続もなんとかできそうですよね。これは下から入れんと入らんか。おお、このネジの高さが微妙なとこにいますね。はい、このドライバーで入るかな。お、これでも無理？マジっすか。入りません。もっと薄いやつがいりますか。こりゃ困りましたね。高さがちょうど、これを持ち上げといて行きますか。これはなんか考えないと困りますね。向こう側はもうほぼほぼいっぱいなんでね。まあなんか考えましょう。とりあえず室内機つけるまでね、もう一本ネジここ貼っときます。室外機の足の方は上からも防振ゴムを挟んで、ワッシャーとダブルナットで固定しました。車の下から見た感じはこんな感じですね。まあ下にもあんまりこう出てないんで、これが
ちょうど水平ぐらいの高さから見たとこですね。これならね、後ろもあんまり下がりすぎてないので当たることもないと思います。スペアタイヤとね、ほぼほぼ同じぐらいの高さで取り付けましたんで、いい感じじゃないかなと思います。こんな感じですね。で、配管の接続口も工具も入りそうです。はい、これね、ここにね材木を止めていくんですけど、ここあんまりねボディの方穴開けると鉄の粉がね中に落ちちゃうんで、極力鉄の粉落ちないようにね、こういうナッターでリベットナットをねはめて、もともと開いてる穴にね、でそれにボルトを打ってね止めていきたいと思います。このリベットナットを打つ工具、ナッターっていう工具なんですけど、これすごい便利ですね。もっと早くね買っとけばよかったなと思いました。これだったらね、もともと開いてる穴を利用できるので鉄の粉が中に落ちる心配がないんですね。まあよかったら概要欄に貼っておくのでチェックしてみてください。ちょっと太いかな。これ何ミリや。8ミリ。よいしょ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 。これでどうや。これで届かんか。ギリギリ届かん。もうちょっと長いネジ。わかる？ぐらいに。習慣はないんか。はい、ネジの長さを切ってきました。で入るかな。もういい感じ。はい、しっかりつきましたね。これが後ろのエアコンつくところのベースになります。そしたらちょっと側面の板もいきましょうか。板ちゃうな、棒やな。これがこの辺につきます。そしたらちょっと削らなあかんところか、このつらぐらいまでは持っていきたいんで、ちょっと印しましょうかね。この辺からこういう感じで、でここ
クランプで押さえとかんとやりにくいっすね。よいしょ。はい、そしたらね、天井の方もね、断熱材を貼っときましょう。この断熱材貼ったんですけども、断熱コート塗ってこの上にまだこれを貼るっていうのは、実は制振材、先日床の方と横壁の方貼ったんですけど、制振材って結構重いんですよね。ソーラーパネルも上乗ってるので、重いものを上に極力持ってきたくないので、まだね、棚とかついてそこに荷物も入るわけですから、ちょっとでも軽くしたいなと思ってね、こうべったり貼り付くタイプのね、この断熱材を天井に貼りました。これがね、鉄板に貼り付くことによって、振動も結構抑えられるので、まあ制振材ほどではないですけど、かなり制振効果もあるので、これで行くことにしました。でね、上ほとんど太陽光パネル、ソーラーパネルが乗ってるので、雨は直接当たらないんでね、気にならないかなということでこれを貼りました。それとね、ショックなことがあったんですよ。ちょっとこれ見てください。あ、ちょっとカメラが、これギョロチャンネルの制服なんですけど、思いっきり引っ掛けて破ってしまいました。次は何を制服にしようかな。はい、今日はね、やっと作業の方やっていきたいと思ってます。っていうのはね、この前から作業の準備をしては、雨に降られてすぐ片付けて、それを2回繰り返してきました。今日3度目です。もうね、天気がまだちょっと怪しい感じなんですけど、今のところ雨降ってないんで作業を進めていきたいと思います。でね、この前破れちゃった制服、今度はこれに変わりました。はい、これでやっていきます。はい、この40系のバスなんですけども、後部も側面も天井が結構丸まっててですね、エアコンを取り付けるスペースがあんまりないんですね。でね、角いっぱいまで使いたいんで、この室内機を取り付けるベースを作るのにね、結構苦労しました。弾力性のある自由にできる断熱材を詰め込みます。スタイロフォームね、結構カチカチで入れるん苦労するんでね、ちょっと探してたところ、この断熱材いただきました。ありがとうございます。下すぎた。
しまった。こっちにも穴開けとくの忘れてました。家につけるんじゃないんで、ドレン両方から出さないとね。こう、傾きによっては中から水が漏れてきたりするんでね。そのドレンのホースの穴を両方いるんでした。やっと時間が空いたんで、作業の準備をしたら、これですわ。雨がまた降ってきました。これで4連続準備した段階で雨。作業が全然進みません。もうどういうことなんでしょう。今までね、ほんま雲一つない晴れやったんですよ。よいしょ。はい、ちょっと作業を始めてしばらく経ったんですけどね、また雨が降ってきました。5連続です。もう全然作業進みませんわ。昨日はね、作業時間的にできなかったんですよ。一滴も雨降らなかったんです。もうほんまもうずっと雨にやられてます。ここ板を新しくしたんですけど、エアコンの室外機もつけて、で右側の下には排水タンクが来る予定なんで、排水タンクを取り付けてからこれを閉めようと思ったんですけど、排水タンクのいいのが見つからなくてですね、ちょっと今のとこまだ現在見つかってないんですよ。まあ待ってたらこれなかなか進まないんで、後から下に潜ってつけようかと思うんで、もうこの板を固定しちゃいたいと思います。で固定するのはピアスっていう先にドリルがついたネジですね。それで止まってたんですけど、まぁ、ちょっと今後下作業をするので、下ネジ先が出てると危ないのもありますし、そのネジ打ったとこからね、また錆びてくると思うんで、コーキングでいこうかなと思ってます。はい、浮いてこないようにね、重りを乗せました。あとはコーキングが固まるのを待つだけですね。エアコン周り、作業して、エアコンの取り付けまでいけたらなと思います。天井の材料はまだないんでね、こうどうしようかと思ってるんですけど、この辺の下地とかをまず作っていきたいと思います。これでなんとかなりそうっすか。はい、エアコンを取り付けましょう。エアコンは霧ヶ峰。はい、これを選んだ理由は、まともなメーカーって言ったら変かどうか知りませんけど、何ですか、ダイキン、東芝、日立、三菱電機の4社ですかね。その中で一番室外機が小さかったんですね。圧倒的に小さいんですよ、室外機。三菱電機がね。で、これにしました。取り付けていきたいと思います。
そしたらね、まず VA 線 2.5 キロなんでね、16三芯使います。よいしょ。これ説明書にはもしかしたらですよ、2ミリを使えって書いてるかもしれません。どこのメーカーもね、結構大抵そんなこと書いとんですわ。でも実際流れる電流からしてね、2ミリなんて使う必要全くないんですよね。はい、なんでね、電気屋さんは大概この大きさのエアコンだったら16使ってるんじゃないですかね。よいしょ。そしてこれはね、どうや、こうか、こうですね。車なんで両方ドレーンをつけるんですけど、ここのキャップがなかなかまた抜けへんのですよね。よいしょ、抜けた。ドレーンホースのコネクターなんですけど、通常は1個しか使わないんで、両側からドレンを出すときにはもう一個買わなくちゃいけないんですね。まあでもね、漏れなきゃいいんでね。これでいきますか。ちょっとね、ここの出っ張りをカットします。よいしょ。ドレンホースが奥まで刺さるようにね、邪魔な出っ張りをカットしました。したら、ドレンホースをコネクターなしでね、直接取り付けます。接着剤でくっつけると抜けないんで大丈夫だと思います。はい、根元のところはね、テープを先に巻いておきます。これね、粘着性のテープと非粘着のテープと2種類あるんですよね。私も小学校が終わる時間すか、早いな。でテープなんですけどね、僕はいつも粘着の方が巻きやすいので粘着の方を使ってます。一日があっという間に過ぎちゃいますね。これね、ドレンホースつないだらテープで留めときましょうね。よく抜けることがあるんでね。
この冷媒管をね隙間にきれいに収まるように合わせていきたいので、結構急角度に曲げなくちゃいけないですね。でこれ折れるともう使い物にならないので、今回はベンダーという工具を使います。まあね、通常こんな細い配管でねベンダー使うことはないんですけど、今回は急角度に曲げなくちゃいけないんでね、ベンダーで曲げていきます。これはフレア加工をする工具ですね。このフレア工具はだいぶ古いフレア工具なので、配管の先を1ミリ2ミリ出して加工するんですけども、最近の新しいフレア工具は先を出さずに加工するらしいです。これはどっちの仕様なのか確かめてからやらないとね、ガスが漏れたりコネクターが入らなかったりすることがあるんで注意が必要ですね。ちょっと長いな。配管をカットするのはパイプカッターですね。配管の断熱材はねすぐ風化してボロボロになっちゃうんで、これテープを巻いておきます。寒い時はねテープが硬いんでね巻きにくいんですよね。カチカチなんでねもうテープが。よいしょ。これ配管のねコネクタを締めるときは、慣れていない方はねトルクレンチを使った方がいいです。これ緩すぎても締めすぎてもダメなんですよね。はい、エアコンの取り付けも大詰め。外の作業に取り掛かったと思ったところなんですが、この風です。すごい風が吹いてきました。そしたら風だけじゃないんですよね。毎日雨、作業を始めると雨、どないなっとんねん、ほんま。
片付けます。はい、外ね、木工の道具とか出してたの片付けてきました。もうこれ6日目ですよ。6回目、作業やりだしたら雨が降ってくるという。せっかくねちょっと時間が空いて集中して作業しようと思ってるのに、時間が空いた日は毎日雨です。中でできるとこまでやっときたいと思います。真空引きね、配管が短いんでね、真空引きもあっという間にできると思います。これね、メーターがほんまはここまで下がるんですけど、前ねちょっと圧かけちゃって壊れちゃいました。でここが今ここの状態なので、本当は針がここです。これでねしばらくほっといてね、圧が戻ってこなければエア漏れがないということで、ガスを開けたいと思います。じゃあしばらくちょっと置いときます。30分ほど置きましたけど、メーター変わってないんでね、ガスのバルブ開けていきたいと思います。この時にねゲージのバルブを閉めてからガスのバルブを開けないと真空ゲージ壊しちゃうんですよね。気をつけましょうね。そしてね、バルブを開けてガスの圧をかけてからゲージを外します。ゲージを先に外しちゃうとね、せっかく真空引きをしたのに外す時にねエアが入っちゃいますからね、気をつけましょう。エアコン試運転してみます。はい、今ね戻ってきたらね、車内めっちゃあったかいです。まだねちょっと室外機の前の風が出るとこね、車のボディの横を切ってメッシュの板かなんかつけてね、風が横へ出るようにしないといけないんですけど、とりあえずこれでもねすごくぬくくなってます。はい、まあ途中でね今日は雨が降ってきて慌ただしく工具片付けたりとか、今日はじゃないですね、もう6連続ですよ。6連続作業をしてたら雨が降ってくるという、はい、そんな状況でしたけど、まあなんとかエアコンついて、次からね暖房入れて作業できそうですね。嬉しいです。じゃあ今日はここまで。じゃあ次回ねまたお会いしましょう。それでは。旅、車中泊、キャンプ、登山の動画はアウトドアアクティビティのチャンネルにアップしています。ぜひこちらのチャンネルも見てくださいね。チャンネル登録も忘れずにお願いします。